エブロス県は、ギリシャ共和国の東、マケドニアトラキア地方を構成する、行政区の一つ。ギリシャ共和国で最も東北に位置し、トルコブルガリアと境界を接する。県とはアレクサンドルーポリ。トルコとの国境を隔てるエブロス川エブロス県は、東西に長い東、マケドニアトラキア地方の最も東に位置する。また、 ギリシャ共和国領土の最北端となる県である。エブロス県は西トラキアの一部である。その名称はトラキアの重要な河川であり、現在はギリシャとトルコを分かつ国境となっているエブロス側に由来する。エブロス県の北部及び北西部はブルガリアと国境を接する。西部はロドピ県と接する。エブロス県はギリシャのうちで最も広い県の一つであり、 西トラキア地方の45%を占める。南北は約1 5 0トル東西は70から1 0 0トルの長さである。また、エーゲ海上のサモトラキ島を県域に含む。県内第一の川はエブロス川、第二の川はアルダ川である。県の南部及び中部は主に地中海性気候である。北部及び高地部では、 冬に寒冷な大陸性気候が主に見られる。現在のエブロス県の地帯には、マケドニア王国に併合されるまでは、トラキア人が支配していた。紀元前310年頃の分裂まで、マケドニア王国の支配が続き、変わって、紀元前80年頃まで、セレウコス朝の統治下に入った。その後トラキア族州として、ローマ帝国に編入された後、 紀元後395年のローマ帝国が東西に分かれた時には東ローマ帝国領となり15世紀まで続いた。この間にはスラブ人やゴート人に侵略されていた。フェレスの修道院その後オスマン帝国の支配下に入ったがギリシア独立戦争時にこの地で起こった戦闘は敗北し反乱は鎮圧された。また、 バルカン戦争ではブルガリアに占領、割上され、完全にこの地域がギリシアの統治下となったのは第一次世界大戦後の1920年であった。この地域はトラキア県の一部となり、1947年に細分化され、現在のエブロスとなった。戦争中にギリシア人の避難民の多くがこれらの新しく設置された県内の町や村、 トルコ人や、その他の民族が古くから住む地域にも移住し、オレスティアダの新市街などは、経済がわずかながら向上した。第二次世界大戦とギリシア内戦を経た後に、アレクサンドレ・ウポリの地域には、多くの建造物が再建され、経済が復興したが、元の住民の何割以下は、19世紀の中頃から、終わりにかけての間に、ギリシア国内の大都市や、 あるいは外国に移住した。エブロス川流域は、洪水の被害が、たびたび発生した。1950年代と60年代には、オレスティアダ郊外の集落が被害を受け、1997年末には、ラバラ及び、ディディモティホが水に浸かった。また、2005年には、2月17日から22日に、かけて、及び5月1日から4日にかけても洪水が、 発生した。2007年7月30日には、アレクサンドル・ポリの4 0トル北の愛しみで、山火事が発生した。また、その数日後の8月6日には、この一帯を豪雨が襲い、大きな被害が発生した。エブロス県エブロス県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。 エブロス県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのエブロス県は以下の13の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。県には以下の5つの軍があったが2006年以降法的な位置づけは行われていない。かつてのエパルヒアは2011年のカリクラティス改革時のディモスの元になった。 ありがとうございます。